フォロワーはね、消した方がいい。フォロワーとフォロー中の話ですよね。フォロー中消した方がいいです。なんか、フォロワーよりもフォロー中が圧倒的に多くなってきたら、こいつってなるじゃないですか。だから、フォロー中は消した方がいい。でも、これね、フォローする日とフォロー外す日はもう分けた方がいいですよ。分けた方がいい。フォローする日はフォローするだけ。フォロー外す日はフォロー外すだけ。で、こう制限かからないようにですね、やってもらえたらと思います。外した方がいいですね。こんな感じですね。うまくインスタ使えてますか？皆さんそんな感じで、外していってください。どのくらい期間ありますか？期間とか無視して僕は外したいと思いますけどね。この、フォロー中あるでしょ？このデフォルト設定になってるんですけど、この設定をフォローした日が古い順に変えるんですよ。古い順に変えて、バババババババって消してたりして、フォロー中の人見て、並び順をフォローした順が古い順にしてしまって、で、上からも消せるだけ消していきます。わーって。ってな感じですね。実際やりとりだったらね、残しといた方がいいですけど、やりとりある人はわかるじゃないですか。アイコン見て。ないんだったら消してたりですね。そんな感じですね。で、最近僕のインスタ、皆さん見てくれてますか？インスタのストーリーとか、見ていただけたらと思うんですけど、あれでストーリーとかでみんなとこう、コミュニケーションを取ってやってるんですね。だからインスタみたいな感じですね。LINE もコミュニケーション取るじゃないですか。これ LINE もね、皆さんちょっとね、お話したいんですけどね。だからコンサルとかの LINE 皆さん取ってると思うんですけど、あえてコミュニケーション取ってくるじゃないですか。でも治療院のね、LINE ってね、コミュニケーション取ろうとしてる人っていなくないですか？だから皆さんがね、その LINE でね、コミュニケーション取っていったらいいと思うんですよ。取っていったら僕チャンスだと思いますよ。